年轻就该让座吗？最快语速日剧配音。こちらの方に席を移ってさせていただけますか？と。なんで？何言ってって。お見受けしたところまだ若いですよね。こちらの方は年を召してらっしゃいます。だから。体力のあるものが体力のないものに席を移るのは当然のモラルであり、マナーだと思いませんか？思います。でしたら。しかし若いから体力あるよ。年を召してるから体力がないと一応に断じてしまっていいものでしょうか？例えば私は年齢は38だが、あなたは私が重度の心臓病を患っている可能性を少しでも考慮しましたか？患ってらっしゃるんですか？いいえ。はあ？彼は見た目は60代だが、スポーツクラブに通っており、しかもバックの年金の入り具合はかなりのベテランであることが推察される。重厚な大胸筋、引き締めた腹背筋、硬い三頭筋の張り具合は着衣の上からでも十分感じ取れる。貧弱な私よりもはるかに見事な肉体を知っていらっしゃる。でもそんなこと。そしてそのスポーツクラブはこの駅の駅前にある。